ここ数年来、海保巡視船の造船が進められています。巡視船暁もすでに完成、引き渡されて、様々な問題のある尖閣諸島、南西諸島の監視活動に当たっています。今回の主役は、この大型巡視船黎明型です。黎明は、漢字で書くと黎明でしょうか。夜明けという意味ですね。やはり、いくら優れた船とはいえ、一隻では、全方向に対応は無理ですね。もっと、多くの数の大型巡視船が必要でしょう。同時に、中型巡視船とのしっかりとした連携強化も必要になってくるはずです。ちなみに監視活動は海だけではありませんからね。空からもちゃんと監視しています。24時間ぶっ続けで情報が伝えられるのです。中国の海峡局の怪しい動きもしっかりと見えています。2021年2月16日、海上保安庁の最新艦艇黎明型巡視船の2番艦である暁が堂々と就役の日を迎えました。配備先は中国公船の度重なる侵入により危険にさらされている尖閣諸島を管轄している第10管区海所保安本部です。第10管区海所保安本部の母港は鹿児島港で、この本部に1番艦でありネームシップでもある黎明一緒に暁が配備されたということは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛強化のためにも重要な役割を担うということになります。黎明型巡視船のサイズはかなり大きく、海事の艦艇にも引けを取らないと言われています。ただし海自護衛艦に搭載されている対艦ミサイルなどの兵器は装備できません。あくまでも警察力としての艦艇なので、必要最低限の兵装のみが装備されているそうです。その他には、遠隔放水銃や停船命令等表示装置、遠隔監視図章装置などに加えて、両舷に救難用の高速警備救難艇なども搭載しています。今回紹介する巡視船暁の建造コストは約234億円で、2010年度計画で作られた安芸津島の発展型ということですが、6年も経っているので、全体的に改良されることになりました。後発効果というのでしょうか、後から登場するものの方が、性能が向上する。のはよくあることですね。先輩といえる前級の安芸津島、前々級の敷島に次ぐ大きさです。余談ですが、安芸津島は、漢字では安芸津島と書くと思われます。これは、古代の日本本州を指した単語です。敷島は敷島で、これも、日本の古い国号ですね。万葉集には、枕言葉になっているようで、敷島の大和の国という歌があります。艦は9台。暁の改良の一例は後部マストです。安芸津島では前部マストと同様のラティス構造でしたが、暁ではサーチライトなどの台座を兼ねた搭乗マストに改良されています。また、居住区画は騒音に配慮して、配置や性不在を活用したことにより、居住性向上を図っているそうです。良くない事態ですが、治安が長期化して、航海が長期間になったケースへの対応として、十分な保存水や食料が、胴を詰めるスペースも確保されているそうです。乗組員の福利厚生にも気を配った設計になっているというのは、いいことですね。ちなみに、海路が誇る最新鋭イージス艦マヤ型は、優秀な性能を持ち、世界に定評がある艦艇です。マヤ型には、
SH-60kg 哨戒ヘリコプターを1機搭載できます。平時は搭載していません。暁は、完備に、大型ヘリコプタースーパーピューマ225を2機搭載できるのですが、平時は、1機のみを使用して、任務に当たっています。スーパーピューマ225というのは、フランスのエアバスヘリコプター社が、2000年、平成12年に開発した大型ヘリで、日本では海上保安庁以外でも採用されているそうですから、汎用性の高い、使い勝手の良い機体と言えましょう。暁に搭載するヘリコプターの愛称は、一般公募の中から青鷲と決定されました。南九州の青い海と海上保安庁イメージカラーの青、鳥の王者として、パワフルの印象のある和紙を組み合わせて、力強く、南九州の海を守ってほしいという願いが込められているということです。青和紙と漢字にした方が、勇ましいと思いますが、難しい漢字が避けられる傾向なのでしょうね。スーパーピューマ225は、陸自でも3機購入されています。木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊に配備されているのですが、通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外の要人移動を担う機体として活躍しているそうです。VIP 用特別ヘリとも呼ばれているそうです。陸上自衛隊が所有している機体は、何点かの改修を行いました。コクピット周辺に、防弾板を設置したり、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーを追加しているようです。東京消防庁にも3機配備されていますが、救難、救助、救急の人命に関する任務や航空消防用の機体として使用されています。陸自と同様、非常時の安全対策として、緊急用いかだ、緊急用着水装置などの装備も用意して、広範囲な救助任務に従事しています。海上保安庁では、日本の救助任務を持つ組織の中では、最大数9機のスーパーピューマ225を保有して、巡視船以外に各陸上拠点においても運用しています。暁艦載機である、青和紙は、今後、尖閣諸島周辺で、中国公船と対峙することになるでしょう。中国公船といっても、中国海峡局組織に所属する艦艇ですし、中国政府の指示を明らかに示していると考えにられます。今までの中国海峡局という組織は、日本の海保と同様に、警察権限に基づく組織と理解されていたのですが、2017年、平成29年、以降、武装警察に連なる組織へと改編されてしまったので、軍隊に準じる武力を持っていると言っても過言ではありません。アメリカの沿岸警備隊も、アメリカ軍の一部ですから、これを考えると、中国の事情が即脅威であると断定するのは時期尚早なのかもしれません。しかし、2021年2月から中国の海峡法が改正されたことで警戒が必要な事態になってきたということは残念ながら確かなのです。その改正の内容ですが、以前よりも中国海峡局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルを下げたということです。この改正によって、海峡局が必要と判断した場合、武器使用の可能性、危険性がより一層高くなってきたということなのです。つまり、海峡局が、あの船は危険だ。こちらを攻撃しようとしていると判断したら、遠慮なくミサイルを向けるということになりかねないのです。海峡法の改正といっても、あくまでも中国の国内法の改正ですから、外国相手には通用しないルールのはずです。基本的には。
しかし、それを押し通すのが軍事大国中国なんですよね。ここで、中国が、どうして、執拗に尖閣諸島にこだわるのか、考えてみました。尖閣諸島は、もともと我が国の領土だったのに、日清戦争で日本に負けたために奪われたという考えが、中国には根強いようです。遣唐使、遣隋使などの歴史的背景を考えても、中国から文化を受け入れていた日本ですから、中国にとっては、日本は格下とみなしていたのでしょう。それが、戊辰戦争、明治維新の激動を経て、欧米諸国の仲間入りをし、挙句に戦争で負けたその悔しさが、現在にまで至る、日本への感情の根底に流れているのではないかと感じるのです。日本は、当然、尖閣諸島を、固有の領土と考えていますから、中国とは真逆です。二国の主張は平行線で、全く相入れる術もありません。しかも、ご存知のように、尖閣諸島の周辺海域での海保艦艇の行動は、日本漁船の操業を妨害されないように、侵入してくる中国大型船から、防護している状態です。海保側から、武力行使をすることは不可能なのです。万が一にも、中国海峡局艦艇が攻撃する気になったら、武力衝突が起きる恐れがあるから、海自艦艇の投入を進めるべきだという強硬意見もあります。反対に、先に手を出したのは、日本だと中国に言わせないためにも、慎重に慎重を重ねて、忍耐して対処すべきという意見が日本の主流なのが実情と言われます。喧嘩でも先に手を出して型が悪いと言われますものね。と言っても、仮に海自艦艇を尖閣諸島防衛に投入したとしても、中国海峡局側から攻撃を受けた場合、具体的な対応についてはどうなるのか。未だに不明です。政治主導で判断が求められる事態は避けられないでしょう。あからさまに言えば、殉職者、犠牲者が出ないと動けないということになるでしょう。逆に言えば、誰か一人でも犠牲者が出たら、政府は動くということになりますね。その一人になるのは、誰しも避けたいはずです。そうした悲劇は何としても避けてほしいと思います。海上保安庁職員が身の危険を感じて武器使用に追い込まれた場合には、自衛隊隊員と同じように絶対的な国際法で守ってもらいたいと強く願うところです。